ました。エリアンザイラパパナ土曜日、パーソナリティのエリです。6月9日第2土曜日、今日はロックの日です。はい、80年代オルタナティブロック世代の、エリなんですけれどもはい、今日はちょっと革ジャンでロックっぽくしてみました。どうも。ということで、気持ちはロックで今日は放送をお送りしたいと思います。はい、今日もですね、たぬき工事1丁目のガッチャさんで、放送しています。30分放送予定ですが、皆さんどんどん近くにいる方は遊びに来てください。そして、チャットにもご参加ください。お願いします。はい、昨日はですね、私おとついだ、6月7日にライブをやってきました。コトニのラジオ&レコーズというところで、村上美咲ちゃんというピアノの子と一緒に私歌わせていただいたんですけど、ちょっと、ね、非日常をみんなに感じてもらいたくて、平日なんだけどこうドレスアップをして2人でディナーショーと称してライブをしてきました。みんな結構こう、今日ディナーショーだったんだって言ってごめんね、なんか普通の格好してきちゃったってお客さんに惑わすようなことちょっとさせちゃったんだけど、私たちはもうすごく勝手にもうディナーショーですっていう感じでこうキリッと歌って、みんな結構喜んでくれました。はい、ラジレコ、まあいいか、ラジレコのラジオアンドレコーズの、ことも後で少しまた、話したいと思います。それからですね、多分先週先々週くらいに函館に少し遊びに行ってきました。で、2度目ぐらいの函館なんですが、初めて、ラッキーピエロのハンバーガーを食べてきまして、まあ美味しかった。ハンバーガー屋さんってラッキーピエロばっかりでモスとか全然ないなと思って、マックはあったけど函館はもうラッキーピエロばっかりでした。で、なんかひたすらこう坂道を歩いてちょっと観光もしたりして、ちょっと足がすごい痛くなって筋肉痛でした、しばらく。はい、あとはなんかちょっと可愛い女の子とデートしたりしてました。パルコの、グリーンティー、緑茶かなんかの美味しい飲み物があるところに行って、そこご飯も食べれるカフェなんですけど、そこで一緒にご飯食べたり、その後ワインと、牡蠣を食べたりして、楽しく過ごしておりました。はい、そんな感じで、2週間くらいかな、はい、そんな感じでエリは過ごしていました。それではですね、今日なんですけれども、告知、私のブログで告知もしていたんですが、ゲストをまたお呼びしています。この人とはですね、私も長く、お付き合いがありまして、ちょっとね、初めて見た時は私引いたんですよ。何この人ってね、多分私だけじゃなく結構弾く人多いと思うんですけど、でもこうなぜか引き込まれる魅力があって、今日はその魅力も少しこう挟みつつ、その方とのトークを繰り広げていきたいと思います。いいでしょうか。はい、それでは、孤高のプリテンダー徳野大輔さんです。イエーイ。どうもこんにちは、徳野です。はじめまして。またまた来てしまいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何度かですね、徳野さん札幌ネットテレビでもいろいろな番組に出ていると思いますが、今日は私の番組、ゲスト、第2回目ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、徳野さんとのトークは、この後、いっぱいしていきたいと思いますので、皆さん何か質問とかあったらチャットの方に書き込んでいただいたりしてほしいなと思います。はい、でまずは、オホーツクの情報を少しお伝えします。この前の放送でお知らせした
富士の花の開花の、情報ですね。前回ですね、こんな感じで富士今こんな状態ですっていう風に写真で伝えていたんですが、また新たな写真が届きました。ついに6日時点で藤の花が8分咲き、こんな感じで綺麗に咲いています。こちらエンガルですね。エンガルの、マルセップ富士園かな、はい、の写真です。でですね、ちょっとタイムリーなお知らせがあって、6月9日土曜日、そして10日日曜日19時半より富士のライトアップ鑑賞会というのを開催します。で、昨年は高生寺っていうお寺で行われて大好評だったライトアップ、ライトアップ鑑賞会ですが、今年は平和山公園にて実施いたします。日中とは違う幻想的な藤の花をぜひ楽しんでねということで、その昨年のかな、夜の富士の写真も届いているので、こちら、ライトアップされている富士の写真です。すごく綺麗じゃないですか、徳能さん。これ綺麗ですね。夜見たらまた違う感じでしょうね。ねー、お花、富士がまたこの紫色、これたまたまちょっと紫なんですけど、うんうん、紫色がやっぱイメージ結構あるんですけど、ちょうど今っていうか6月9日10日ですよね。そうなんですよ、うん、このねライトアップされた時の紫色もすごく綺麗だし、ね、お近くの方はね、本当に土日ぜひぜひ足を運んでいただけたらなと。この時期だけのもの。そうですね、私も本当行きたいくらいすごく綺麗、ね、いけないけどちょっといけないですけど、ね、すごく綺麗です。はい、ね、こんな感じで富士も咲いているオホーツクとなっております。はい、ね、ほんと綺麗ですね。あとですね、また前回お知らせしてた人間バンバっていうのもですね、私のオケット町、私のふるさとオケット町でああるお祭りなんですけれども、オケト夏祭り、オケト三神祭人間バンバというのがですね、6月23、24とあるんですけど、この人間バンバっていうのは6月24日の日曜日に開催されます。で、少し詳しくちょっと調べてきたんですけど、ですね、ウィキペディアで調べたところスポーツの一種、複数の人間がチームを組んで重量物を乗せたソリを引き順位をのタイムを競うもの。ちょっと調べたくせに片言ですよで、人間バンバもともとは競馬の一種で、万栄競馬がルーツで、本来の、バンバでは馬がソリを引くのに対し、人間がソリを引くという点から人間バンバと呼ばれるようになったということで、私もね、ずっとちっちゃい頃から慣れ親しんでるから、もうなんか当たり前のように見てたけど、あんまりこう詳しく説明することができなかったので、今回調べてみて、あ、なるほどって結構思ったんですけど、これ5人引きと7人引きっていう競技があって、予選で300キロ、決勝で500キロの重さの丸太を積んだソリで全長80メートルのコースをこう引くんですよ。そして競技するんですけど、で途中2箇所山があって、障害物があるんですよね。で、1レース9チームで行われ、予選は5人引き2レースで、各レース上位4チーム決勝進出で、7人引きで、なんだこれ、あ、7人引きレースは、各レース上位3チームが決勝へ行って、競うというふうになっています。で、賞金っていうのがすごく豪華でして、はい、優勝賞金が5人引きのレースですと50万円、7人引きですと20万円が当たるっていう。もうこれね、頑張っちゃいますね、これ。男のスポーツですね、これ。男のスポーツなんですよ。そうそう、この前も言ったけど、女の人が引くと山の神様が怒るので、男の人限定でこの競技は開かれています。で、ちょっと徳野さん持ってください。いいですね。ちょっとね、絵を描いて説明しようと思ったんですよね。今説明しちゃったけど。これが、オケト夏祭り人間バンバーっていうね、ちょっとこのおじさんの絵失敗したんで撮らなくていいですから、ね、ちらちら撮らなくていいです。
はい、一応こんな感じで、まあ、山が2つあるんですけど、この山を越えてゴールをこう、ね、目指してる人分かりますかね。で、一応こっちの方に行きますと、こう、まあ、パドックっていうんですか、ね、レースの名前ね、パドックがこうあって、レース前にみんなでかけるんですよ、応援チームを。でこれ今ちょっと3位の人がこう多分勝つんですけど、3人でこう、まあ、勝ちました。そうすると豪華賞品が当たるわけですね。あの当たるっていうか、引いた人、優勝者も賞金は当たるし、それを当てたお客さんも、はい、豪華なビールとか、ビールって言っちゃった、あの箱ビール当たったりとか、あ、馬券みたいなのがあるってことですね。そうなんですよ、予想してレースを、はい、こういう感じでちょっと絵に描いて説明したらうまくできるかなと思ったけど、伝わったかないや、よく伝わってる。大丈夫ですか、はい、ね、大丈夫大丈夫。ちょっとウサギにしたけど、本当はこう山男にしたかったけど、ね、ちょっとおじさんうまく描けなかったんでウサギにしました。はい、少しあのおけとのね、ちょっと有名なお祭りなので、皆さんに知っていただけたらなと思って絵描いてみました。でお近くの人、あの6月の24日がバンバの日なので、ぜひぜひ、あのきっと晴れると思いますので見に行ってください。屋台とかも出ているので、あのおけとのね人たちが一生懸命こうカツ丼作ったりたこ焼き作ったり、あのしてくれるので、あのそれもね、あの毎年楽しみにしてるんですけど、はい、徳野さんもぜひ一回、ね、ええ、おけとに来てください。そうですね、もうね、エリちゃんを産んだ、あの、なんていうんですかね、産んだ、そうですよ、ね、広大な大地っていうのはね、ちょっとね、そうそうそう、ね、はい、というわけで、人間バンバの情報でした。はい、はい、いいですか。はい、ありがとうございます、はい、よし、じゃあここから徳野大輔とトークにしようかな。あ、あ、はい、よろしくお願いします。トーク、よかったね、あ、盛り上げてまあね、トークノーって言われてるぐらいですからね。トークノー、ノーじゃダメですからね。ね、今日はですね、はい、徳能さん、まあ、まずちょっと活動内容とかを少し、はい、ね、伝えていただこうかな。じゃあ、徳能さんからじゃあ自己紹介というか、はい、はい、お願いします。はじめまして、私は徳能大輔、孫徳の徳に能面の能と書いて徳能と申します。一人で曲を書いて曲を作ってそれを歌ってるんですけども、まあ、パフォーマンス的になってまして、ちょっと踊ったりして歌うもんですからね、あの何をやってる人かよくわからないと思うんですけど、自分で曲を作るシンガーソングライターです。一人でやるロックですとか、孤高のプリテンダーですとか、自作自演、宅録型マルチタレントアイドルみたいな感じでやっておりますんで、どうか近くで見かけた方はたぬき工事とかでやってますんで、もしよければ声をかけていただければと思います。そう、昨日ですね、ちょうど徳能さんの、路上ライブがたぬき工事でやっていたので、それは私も見てきました。あ、はい、ありがとうございます、はい、でいつも徳能さんの路上ではこうなぜか元気をもらって帰れるっていうようなこうパワフルな、パフォーマンスをしていると、はい、思います。嬉しいです、はい、で実はですね、今日私初挑戦で、昨日の路上の風景を、ま、携帯でなんですけど動画に撮って、今日少しですねデータで持ってきてみたので、今ちょっとうまくできる音がねあんま良くないんですけど、こんな感じっていうので撮ってきたんで見てください。これね、間違ったの私、撮り方横で撮っちゃったんですよ。違う、治ります、大丈夫よく編集してくださいましたね。はい、あ、今日朝やりましたけど、ね、音がね、ちょっと聞こえないんだけど、今日小さかったって感じで、笑い声がね、笑い声が、笑い声がこれ臨場感ありますね。はい、これお客さんの反応ってことで、そうですね、一応音を気にしてる感じですね、これね。そうですね、あ、
まあでもこの日すごい人通り少なかったのに結構人が泊まってくださったんですごいありがたい感じです。そうでしたよね、人見えますね、あんまりやらない場所でしたんで足場が分からなくてですね、うまく動けなかったんですけど、なんでこんな斜めのところでと思いました。確かに、昔あれ斜めのやつなかったんですよ、段だった、ただの。そうなんですね、久しぶりにこう来たら段ができちゃった。君に外して何で笑ってんだ、笑いが全然大丈夫じゃないって話ですから、鈴がね、そう鈴がいいですよね、そう、タンバリンだとうるさいんで、鈴だったら環境にちょっと優しいかと思いまして。ああ、そういう配慮があったんですね。あ、配慮ありますよ。はい、こんな感じですね。ありがとうございます、編集していただいて。あ、初挑戦ちょっとやってみました。昨日路上に来たので写真を撮ってるだけだと思ったら動画を撮られてたということが僕もさっき知りまして、はぁ、これ操作がね、あんまり分かんないですけど、よし、いろいろ機会ありますね、まだ見たことない人もね、こんな感じで徳野さんが路上ライブやっています、まあ、本当はそれでライブハウスに来ていただければって感じなんですけどね、本当はね、本当はね、でもなかなかね、でも路上はでも来やすいの で、ね、みんなこう、まあ、ただで見れるし、まあ、冬とか厳しいものがありますけどね、冬はね、冬寒いですよね、路上、まあ、エリちゃんは最初に見た時引いたっていうぐらいですからね、多分大体の人は引くと思いますけどね、いやね、初めて見るようなこう表現の仕方をしてるから、ね、踊って、まあ、自作自演のね、はい、プリテンダーなんで踊って歌って、その踊りがまたね、こう踊りきれてない感がすごいたまらないんですよね、失礼かもしれないけどいや、それがみんな徳野さんのこう愛されポイントだと思うんですよ。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、もうちょっと精進しますけどね、ね、いや本当にあのいいもん見させていただいて、まあ、今こうやって路上とかライブとか、はい、あのまあ、ライブハウスとかでやってるけど、はい、なんだろう、まあ、これからの夢だとか、なんかそういうのってこうイメージはあるんですか、自分の。イメージ、そうですね、なんていうんですかね、まあ、いろんな人が関わってやるミュージシャンも多いと思うんですけど、できれば自分一人でできる範囲で、そのできる範囲のものでいろいろなことが提示できればいいなっていうのは自分の夢でありますね。なんていうんですかね、まあ、一般的なミュージシャンってきっとあの大きいスーパーみたいなもんだと思うんですけど、できれば僕はあの個人商店のここのガッチャさんみたいにね、雑貨屋さんみたいな感じのミュージシャンになりたいんですよ。でも今そんなでも全国の人がこうやって配信して見ていただいたりできるので、自分で曲作るのもそんなにお金かからない時代になったんで、いろんな人がいろんなことにトライできるきっかけになれればいいなと思って、僕みたいなの見てこんな人もやってんだから私もできますよみたいな、そういうのを感じてもらえたらいいなと思ってやっております。はい、そうなんです、今ちょっと物を落としちゃったガシャッてガシャッてすいません、これ映らそうと思って、映らせてくれますよ。そうですよね、あの本当徳野さんはそういうあのちゃんとメッセージ性のね、 ある気持ちで、でも笑いを、ね、笑いっていうかね、なんかちょっと微笑むのは忘れずですねメッセージ分かるとね、あの積極臭いですから ね、そうですよね、そうでも本当ね、徳野さん老若男女問わず、みんな笑ってるんですよ、徳野さんのステージを見ると。まあ、エリちゃんもそうですけどね、私も昨日ね結構あの年齢層広いですね、あ、まあね、お、うん、まあねでもなんか徳野さん、あの元気になるんですよね、見てたら本当に。あ、本当ですか、ありがとうございます、自然と笑、なんか笑顔になるし、温かい気持ちになるみたいな。そう、徳野さんがいないところでも、ね、なんかちょっと徳野さんの話題になったらみんなすごい笑顔で徳野さんの話してるんですよ、実は。あ、本当ですか。そう、自分のところに伝わらないのが残念な感じですね、
なぜかこう笑いの神がライブの時に必ず降りてきて、こうお客さんが笑いのこう渦に巻き込まれるっていうことがこう何度か、ね、一つのライブで何度か巻き起こるんですよね。不思議な徳野さんのパフォーマンスなんですけれども、今日はちょっとロックの日っていうことで、あ、ロックの日です ね6月9日。そう、徳野さん一応一人でロックっていう、ね、名目で全部打ち込みだとかで音楽を作って、でお経を流してパフォーマンスをしたり、はい、あとは弾き語り、ピアノかな、ピアノの弾き語りで、演奏して歌ったりっていうこともしているんですけど、ちょっと憧れの人がいるんだろうなと思うんですけど、この人一人だけ挙げるとしたら誰ですか？ミュージシャンでですか？ミュージシャン、まあ、そうですね。僕夢が一つあって、クイーンに入りたいと思ってるんですよね。フレディ・マーキュリーが好きだったんで、フレディ・マーキュリーの代わりになる人僕ぐらいかなとか、嘘ですよ。でもそういうそのぐらいクイーンが好きですね。まあ一人迷いますけどね。10人ぐらいは好きな人いますからね。浮気者ですよね。いやでも一人だけって言ったらやっぱフレディ。そうですね。フレディ・マーキュリーさんはやっぱりなんていうんですかね、見てて元気をもらいますよね。動きを見て一つアーティストかなみたいな感じするんですね。そういう風になれたらいいかなと思いますね。なんかね、私もあまり詳しくはないけど、こう初めて誰もやったこともないことをすごくこう常に ねやっているような。そうそう、それでなんか最初から決めてないけどなんかパワーが降りてくる的なところとか、うん、歌声でも上手いのも当然ですけどね、そういうところがすごいなんか自分も頑張ってやれるんじゃないかとか思っちゃうんですね、そういうの、うんうん、ね、本当全身タイツとかね、全身タイツとか、ね、すごいよね、すごいですね、妙な筋肉質だとかね、そうそうそう、待っちゃって、福野さんもすごい鍛えてるんじゃないですか、そういえば。あ、そうなんですね、もうなんかね走ったりしてるんですけどね、なかなかやっぱり息切れがしますからですね。それを30分1時間と続けれるようにやっぱり毎日精進しなきゃいけないんですね。ね、多分このスタイルの人はみんなやってると思うんですよね。でも徳野さんはこう毎日ねちゃんとこう筋トレみたいのもしてるそうなので、ストレッチとかやってますね。でも全然柔らかくならないですよね。なんでこんな硬いんだって言われるんですけど、でも最近こう足をこう広げてジャンプするのがあるんですよ、こうやって、それを前よりもこう足が広がるようになってきたのは柔軟のおかげだって誰かがこう徳野さんに評価をしてましたけどね。ね、はい。こうだいぶ広がってきた。だいぶ広がってきたんですかね。もうちょいですね。はい、もうちょいです。こうジャンプする。あ、そうですか。いや、なんかね、はい、ロックの日だからって言ってロックの話題をしたいんですけど、実はでもロックあんまり得意じゃないです、さっきオルタナティブロックは世代ですって言ってたんですけど、まあ、ミクスチャー、の時代に結構いろいろ音楽を聴いてたの で徳野さん70年代あたりが好きみたいで、私あんま70年代全然わかんないんですけど、あ、いや70年代でも80年代も好きなんですけど、でも年代じゃないですよね。まあそうですよね、ここですよね、もうこことか、あと、見た感じですよね、感じる人の違いですよね、そうですね、まあ、そんな徳野さんなんですけど、意外と普通で真面目な私生活っていうふうに噂を聞いたんですけど意外と真面目で、ね、パフォーマンスからこう想像できないような意外と真面目な私生活っていうふうに聞いたんですけど、真面目な私生活っていうか、おかしい人だという前提で人が近づいてくるんですけど、あんまり普通なんでなんかがっかりするんじゃないかなと思いますけどねみんな、意外とこの人普通だ、意外と普通だったなって普通だって、やっぱり普通だって自分で言っても普通だって言われないのは残念な話ですけどね、でも路上とかをやってるといろんな人とコミュニケーションあると思うんですけど、もう知った激励がありますよね、もうね、怒鳴られたりしますけどね、わけわかんない人にね、でもそれもまた一つあれですよね、ライブハウスとかはね、必ず見に来る人が前提でやってます、だけど僕たち路上みたいなところはもうわかんないじゃないですか、見る前提じゃないから、そういう厳しいアウェーな感じに、でもまあ負けないっていうか動じないように落ち着いてやれるっていうところのいい練習にはなるかなと思います。いや本当私はちょっと勇気がなくて路上はあんまりやったことないから、でも商業施設とかでやられるじゃないですか、そういう時もやっぱりそうじゃないですか、お買い物に来た人とかに見てもらって、でも期待してるわけじゃないから冷たい目で見られるんじゃないかなとかそういう時にやっぱり路上って役に立つのかなと思います。そうですよね、でも毎週金曜日にやってて、そうですね、まあ、たまに金曜日じゃない時もありますけど、なかなか続けられないと思うんですよ、やっぱり、まあ、遊びっていうか、ね、簡単にねやることはできるかもしれないけど、それを長く続けて、で今だったらもう必ずお客さんが見てくれている状況じゃないですか、初めての人も、そうですね、そういう風にね
それは徳之さんの積み重ねてきたなんかこうなんだ世界作りがお客さんをこう自然と集めてると思うから、ね、そうもっと違うところでもやれればいいかなと思うんですけどね。でもたまに違う土地でやるんですけど、やっぱり同じような反応ですよね、みんな。みんなこうとちょっと遠いですよね、見てる時。そう、遠いですね、やっぱりこの辺がスペースあって、ね、少し離れたところでみんな笑って見てるっていう、ね、普通はなんか近づいてきて座って見てたりするんですよ。全国的にもそうなんですよ。そう僕はなんか東京とか行ってやるんですけど、それもやっぱり離れて後ろから見てるんですよね。なんかやっぱりそういう多分なんか物飛んでくんじゃないかなとかこの人ちょっと危険じゃないのかとかって思われてると思うんですけど、 あ、 そうなのか。あんまり危険じゃないですね。はい、ね、そうですか。、ね、じゃあ本当徳野さんのネガティブな発言がすごい多いんですよ。いや今日ポジティブですよ。でもいつもねなんかね、ライブ見てたらそういう風に見えない、こう、むしろねそういうちょっとこう今日は疲れだなみたいな人を元気づけるような感じに見えるけど、結構 ね、 ネガティブな発言が多くて、よく知ってる人だからね。そう、ね、本当は楽天的だと思うんですけどね、徳野さん。まあね、本店は、本店はね、まあ、エリさんもそうですよ、ね、いや一応ネクラです。ネクラですか。あ、そういうことになったんですか。キャラ設定が。はい、全然ですよ、エリさん。エリさんもっとぶっちゃけれる人ですから ね、 もう腹は、徳野さんとは腹割って話してる中なんですよ。実は悩み事とか結構ね相談したりしております。ね、聞いていただいたよね。大丈夫なんですか、はい、トークの時間長くないですか。大丈夫ですか。あ、はい、あ、そうですよね。そうですよ、なんかそうロックなことって言いつつあんまり関係ない。あ、そう、好きなコンビニのお菓子を聞こうと思ってたの。徳野さん、あの夜中にお菓子食べる癖があるんですよ。だから減量で苦しんでるんですね。ブログによると、で今日はあのどこのコンビニの何のお菓子が好きか言っていいんですか。あ、まあ、うん、いいんじゃないですか、ね、あ、大丈夫ですか。あ、僕ね、一つあって、これ母親に勧められたんですけど、よかった、あのサンクスか、サンクスさんのなんかこうバームクーヘンみたいな中にクリームが入ってるやつがあって買ってた。あ、これね、結構うまかったですね。見た目くどそうだったんですけど、意外とくどくなかったんですよね。あ、ケーキっぽいやつですか。あ、 あとはあのあれですね、どこにもありますよ、あの100円のやつ。あれ店によってちょっと製品違うと思うんですけど、100円のなんか100円のコーナーみたいなのありますよね。一袋100円のやつがたくさんあるやつ、それ各店の行くのも楽しみですね。必ず買うのはピーナッツ蝶ですね。あ、喋りすぎましたね。いや大丈夫、甘党なもんです。ピーナッツ蝶か。はい、じゃあそんな徳野さんに、ライブ情報を告知があるということで、じゃあこれも、あ、はい、これ出しますか。出しつつ、これも一応なんか内容ここにあるんで、はい、はい、これですね。あ、なんか先ほどですね、あのエリさんがライブをなさったというですね、はい、ラジアンドレコードさんで、私も実は7月7日、七夕の日ですね。ちょっと北海道は8月7日って話もありますけど、まあとりあえず7月7日七夕の日、徳野ジャパンというバンドがありまして、それで出演します。ミチトさんというシンガーソングライターの方とツーマンライブで、ミチトさんもバンドで出演されるんですよ。で、2人とも1人でやってるのにバンドで出演されるから、これすごいレアなんですね。で、僕あの、まあ、バンドだけじゃなくてあのソロもあるんですけど、1時間ずつやるので、はい、あのまあ、普段見れないような私も見れるのではないかと思いますけど、うん、まあ、その日はピアノ弾き語りもしますし、はい、まあ、盛りだくさんな内容になると思いますので、うんうん、時間が18時開場、18時半開演ですね、はい、出演順序まで決まってないんで当日決めるんで、あのどっちを見たい人も最初から来てください、ぜひ。あの損はしないと思いますんで、はい、あ、これかこれかとか言って、入場料って1500円で、ワンドリンクサービスです。あ、ワンドリンク付き、はい、はい、チケットが配られますね。あ、はい、私もこれ行きます。あ、本当ですか。行きますよ。今初めて言っていただいて嬉しいですよ。はい、行くつもりでいます。ありがとうございます。よくエリさんとワンマンの時、エリさんにいつも出てもらってしですね、ワンマンって言いながらあのゲストで出演していただいたりしてですね、あ、いえいえ、ありがとうございます。あのお世話になったんですけど、そういう店であります。あの、はい、ラジオアンドレコードさん毎日毎日ライブやってるので、もしよければ来ていただければと思います。はい、で、これは7月7日、はい、はい、あとですね、7月28日にも決まってますよね。このガッチャの前、たぬき工事1丁目でたぬき祭りっていうのがこう盛大に開かれるんですけど、7月28日の土曜日に、サタデーナイトアコースティックライブというのがあります。おー、おー
ね、本当いつもガッチャさんにはお世話になっているんですが、徳野さん、そして私も、はい、そのイベントには出演して、もちろん野外ライブで無料となっているので、はい、ぜひぜひね、来てほしいですね。白木さんが司会なんですね。あ、そうです、みどりんが、あのメインの MC をやります。はい、そうだ、だからね、あの、うん、札幌ネットテレビをご覧のファンの皆様もですね、ぜひ来ていただければと思います。はい、去年来ていただいて結構コメントとかいただいてるんで、もうね、本当去年もまたね、笑いの渦だったんで、笑いの渦って徳野さん、本当ね、なんでこんなに神が降りてくるんだろうってくらい、もう徳野さんのライブ、ね、ライブアンコール、アンコールになってましたからね、もうありがたい限りですね。本当、言葉では伝えきれないし、多分今の映像でも伝えきれないんで、実際も生でもう徳野大輔をぜひ見に来てもらいたいなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あといろんな方出られるので、ちょっとまだたくさんあるいらっしゃるんで、ちょっとまだ、うん、あの公表されてないと思うんですけど、はい、あの昼からやってるんでしたっけ。そうですね、あ、何時からだっけ、あ、4時ですね、4時からやってますはい、ね、あと、徳野さんのオフィシャルホームページは徳野大輔で検索すると出てきますかね。出てきますね、はい、オフィシャルウェブサイトもありますし、はい、ブログの方があるんですね。これ結構1日250人ぐらい見てるんで、結構まあ毎日更新してますんで、くだらないことも書いてますけど、付き合っていただければと思いますあと、あの音を聞きたいって人は、あのミュージーっていうサイトがあるので、まあ、それも検索したら5番目ぐらいに出てくるんで、あの見ていただければ、はい、私の曲たくさんありますんで、はい、ぜひ皆さん、徳野さんのホームページご覧になってください。そう、YouTube で検索してね。はい、あ、そうだ、YouTube で徳野大輔って検索しても、徳野さんの、まあ、路上のところとか、はい、ライブとかの映像とかも見れます。はい、ね、いやいや、本当にライブの詳細も全部ホームページに載ってますので、はい、徳野大輔でぜひぜひ検索お願いします。そして、私のお知らせも最後にさせてください。はい。はい、ですね、あ、持ちますよ。あ、いいんですか、いいです、ありがとうございます。はい、隠れちゃう。ですね、ついにあの6月、23日に、開催される、オホーツクフォーク祭り近づいてまいりました。出演者をもう一度お知らせしたいと思います。山木康代、鈴木一平、佐々木幸男、五十嵐弘明、堀江純、美濃谷正彦、ボイス、そして道内地元在住の若手シンガー高橋正樹、向こうへ帰え、エリ安西、カナ、長澤達也ですね。それからサポートのバンドメンバーも今日は紹介したいと思います。ベース木村恵子、ギター曽山良一、バイオリン杉田智子、キーボード泉谷さとみさんですね。はい、会場が紋別市民会館大ホールで、住所紋別市塩見町1丁目4番3号ですね。お電話番号が0158-0158-242416 0158-242416、こちらの方にお問い合わせいただきましたら詳しく、いろいろと教えてくれますので、でチケットの方が指定席 A4000円で、 B 席が3000円、 C 席が2500円となっております。まだまだチケットありますので、皆さん、お近くの方はぜひ、お近くでなくても遠くからでも、あの本当に豪華なメンバー、楽しいイベントになっておりますので、ジュンさんとか五十嵐弘明さんとかすごいですね。はい、そうなんです。あ、知ってますか。知ってますよね。はい、あ、つくも、あ、なんだっけ。そう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 、そうですね、そうですね。かけろ、そうなんですよ。水割りをくださいとか。はい、そうなんです。ね、本当に私もね、このような本当に大規模なイベントは初めてなので、本当にね、今からちょっと緊張してるんですけれども、頑張っていきます。リラックスしてください。はい、ありがとうございます。はい。でですね、次回の放送なんですけど、6月の23日土曜日で、第4土曜日なので、私はちょっと紋別に飛んでいくので、ですね、映像、あ、そうだ、バンドでライブをやった時の映像をこの時にお届けしたいと思います。紋別の方に行けないよっていう方は、ぜひぜひそのネットテレビで届けるライブ映像の方でお楽しみいただけたらなと思っています。よろしくお願いします。あ、拍手できないの俺ちょっと拍手したいのに
よくわかんなくなっちゃった、ね、はい。で今日はだいたいね、だいたいいい時間になりましたので、だいたいいい時間になりましたね、はい、最後まで見てくれた皆さんありがとうございました。楽しかったですか、大丈夫ですか。 ありがとうございます。はい、そしてゲスト徳野さんありがとうございました。ありがとうございました、呼んでいただいて。いえいえいえまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん徳野大輔と検索して、あのどんどんライブ情報などご覧になって、ね、応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、フォーク祭り、2012ですね、来てくださる皆様、心よりお待ちしておりますので、エリの世界をこうほんのわずかでもお届けできたらなと思いますので、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、本当に頑張ってくださいね楽しみしてんで、ね、はい、ありがとうございます。兄さんちもしかしたら札幌ネットテレビ見てたら面白いものがあるかもしれません。そのうち、続報をお期待ください。あ、何ですかそれ。あ、まあちょっと、まあ、まだ分かんないんですけど、ね、私知らない。え、また何か知らないことが、ちょっと知らないことがちょっと私で、はい、ちょっとところにちょろっと出るかもしれません。あら、そうなんだ、そういうのもあるのでサイトとか見といてください。はい、ちょっと私も知らない、またね、何がしかがあるようなのではい、お楽しみ、あ、ね、お楽しみにしていてくださいはい、それでは、徳野さんも7月7日徳野ジャパンというバンドライブあるので皆さんぜひ遊びに行きましょう。はい、では6月23日またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。